日カプコン TV 第1回目、果たしてアメザリ平井さんはいるのでしょうか。それではカプコン TV スタート。どうも、どうも、はい、どうも、いやいい感じですね。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、ということでね、どんどんね、はい、おるカッコ仮の MC アメザリ平井やでー。ウィー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 下手すぎる。ウィー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 、そんなやつおらへんから今。おい、何してんねんお前そこで。何がいいな、何しに来たお前。いやだからその、私あの MC 候補としてね、うんうん、ちょっと呼ばれたわけですよ。はぁ、え MC 候補。お前声めっちゃ低くなっとるやん。ちょ待って、どういう立て付けなのこれは。いやでもルール教えて、そのこの番組のルールを。いやなんかそので、ゼロ回が どうやったの。ゼロ回、うん、よかったよかった。ショコラじゃん、よかったっつって、ほら、あのこれあの最悪のデートの感想の時のあのデートあかんかったみたいな。ショコラ、ええやん、ええやん、そんなんよかったやん、ですかね、第1回目ってそういう感じやん。さしていただいて、まあまあね、大変やったと思いますけれども仮でしょ、仮でしょ。あの、私、あ、改めまして、うせえな、まずご紹介から、はい、ニコ生をご覧の皆様、こんばんは。正式アシスタントの池田ショコラです。こんばんは、よろしくお願いします。はよ、正式になりたい。そしてですね、今日も来ていただいております、カッコン宣伝マンの橋本さんです。よろしくお願いします。かっこいいメガネクタイ、なんかいろんなドラマの脇固めてそうな感じでね。いや、そうか、はい、そして、MC 候補のアメリカザリガニ柳原です。よろしくお願いします。ちょっと待って待って、候補ってなんやな。おかしいおかしい、もう。いやだってもう、何、平井さんしたことないやん、 MC って。 MC なんかわかんないよ。マニアッククレバーとかそういうやつでしょ。全然違うよ。何、マジマジマジ来いよ、マジマジクラブ。こんな感じやったでしょ。そうなんですよ。 MC なんでよくわかんないですよ。さっきちょっとリハ見てたんやけど、もう平井さんの声のトーンが違うもん。なんかはぁ、うん、はっみたいな、あんな言わへんもん、普段言わへんよ、やらへんからさ。お前狙いに来たよ。 MC やらないんですか。え、やらないやらない、 MC なの。 よくわかんないもん。ちょっとその仕事の合間にね、なんとかこう助けに来ようと盛り上げようと思って来たわけ。もうお世話になってるから、カプコンさんにもずっとね。なんか空気が明るいですね。ありがとう。ありがとう。ウィー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 。どうもアメリカザリガニ花担当、どうも柳原です。どうも。みんなもそんな思ってんの。いや、そんな、みんなも思ってんのな。なあ、思ってる。じゃあちょっとあの番組説明ね、はい、いただきましょうか。うわ、 MC 候補怖いわー。どんどん進めていきよるわ。はい、ということでこの番組はですね、カプコンの最新情報や初出し情報はもちろんのこと、なるほど、はい、視聴者の皆様とつながるをコンセプトにお送りするゲーム情報バラエティ番組です、ね、やっぱりね、ゲーム情報バラエティなんですよ、はい、柳田さん、ゲストでお越しくださいまして誠にありがとうございます。平井さん、さっきリハでやってたつながるっていうのやらへん。いや、これからつながるってやらへんって。つながる、みんなとね、みんなとどんどんつながっていきますからね。いい、皆さん証明していただいても大丈夫ですよ。平井の方がいけてると。あ、じゃあ平井さんの方がいいっていう人、弾幕どうぞ。平井さんの方が弾幕やなくていい、もういいよ、うん、ね、みんなでグッと平井超いけてるよね。一番最初がなんかやだわっていうのかな。おい、やめろ。さあ、ということで今回は何でございますか。はい、ですね、うん、はい、本日1本目に紹介するソフトはですね、はい、2014年9月4日に発売が決定しました、うん、Nintendo 3DS 用ソフト、うん、ガイストクラッシャー5を紹介します。ガイストクラッシャー、ガイストね、そうでございますよ。いいですね、うん、あの前回もあの宣伝に来てくれた野中プロデューサーが再びお越しになっております。来ましたか。よろしくお願いします。どうぞ。お願いします。どうぞどうぞ。いいね。
はい、どうもありがとうございます。こんにちは、はい、ガイスグラッシャーゴッドのプロデュース担当やってますカプコン野中です。よろしくお願いしま す, い, ます。いいね、平井さん、野中さんっていう名字聞くとちょっとキュンとくるね、なんかね。じゃあちょっと、こそらしてもらって。あ、どうぞどうぞどうぞ。いいですね、この間に、もうね、野中って名前が大好きなんですよ、うちの相方は。じゃあちょっと、そらしてもらって。よっしょこらっと。あ、出た。それは嬉しい。そうそう、多分ね、それよっしょこらやないな。それやめたら俺らの話聞かんな思とったら。それね、ずっとよっこらしを言いたいがために。そう、もっと挟むとこいっぱいあるから。よっしょこら、うん、どっこらしょいっぱいあるでしょ、そんなもん。いや、やったやない。何に手応え感じてんの。はい、それではですね、なんなんすか、もう特集ということで、はい、時間いただいてるんで、はい、初出し情報もちゃんと。あー、いいですね。ありますか。はい、応援してますんで、はい、見ていただきたいと思ってます。はいはい、うん、はい、しかもガイストクラッシャーゴッド、うん、今日はもうね、素晴らしいんですよ。うん、初の、ね、実況プレイであったりとかね、はい、バンバン出していこうかな。そういうのも見せてくれる。そうですね、いいですね。はい、初めてですね。はい、じゃあこの辺で早速、はいはいはい、ガイストクラッシャーでね、はい、どういうゲームなのっていうところもちょっと軽く、そうですね、はい、ちょっと入門編みたいな、はい、はい、説明だけさせていただきたいなと。はい、まずね、あのガイストクラッシャーゴッド、9月4日に発売日が決定しましたら、うん、こちらですね、あの昨年発売したガイストクラッシャーシリーズの最新作になっています。そうですね、はい、うん、なるほどね。あのガイストっていうのはね、うん、あの金属生命体のガイストという巨大な敵と、はい、ガイストのイメージ戦うね、はい、いろんなタイプですね。それと戦うガイストクラッシャーの物語を描いたアクションゲームになってる、はい、でアクションゲームなんで、はい、あのシステム面にね、あの特徴があって、それがこちらです、どうぞ、はい、あのフォームチェンジっていうね、システムがこのガイストクラッシャー の、 あの根幹になってます、はいはい、3つのフォームを使い分けることができます。まずね、左、うん、あの全身にこう鎧まとってるのがメールフォーム、かっこいい。で右端、これ鎧がね、あの武器の形、この鎧の場合はあの剣になってますね、はいはい、渋い。これウェポンフォーム、うん、でこの真ん中にいるのがこれ敵のように見えて、うん、実はこの主人公が変身した姿、エクストリームフォームって言いましたよ、神々しい、はい、すごいです。このね、3つのフォームをあの戦闘中にこう状況に応じて切り替えながら戦うっていうアクションゲームになってます、はいはい、いやこれ興奮でしょ、興奮、うん、なかなか今までなかったね、こんだけの変化をするっていうゲーム。確かにもうね、アニメもなかったね。結構忙しい、これは結構忙しい、目まぐるしい、結構忙しい、うん、はい、さらにね、あの攻略のポイントもう一個あります。お、はい、こちらでれん、シャギーン。おー、まあ、そんなうわー言うほどのものでも、あんなにおさらいなんで、ごめんなさい、はい、あのめくれ方がすごいかっこよかった。そうですよ、そんな先鋭的なあれなんか思い出の時のめくれ方ですよねちょっとうるっときちゃう、うるっときちゃうね、うん、あのガイストは、はい、あの属性っていうものがね、うん、ありまして、あの強弱関係ですね。でこれがですね、あの軸が2つあると、はい、まあ、あの左側が自然属性で、うん、右側にあるのがこう武器属性といって、うんうんうん、あの武器にもちゃんと強弱関係があって、全てのガイストギア、ガイストはこの自然属性と武器属性を1個ずつ持ってると、うんうんうん、なので単純にあの出てきたやつが単純に炎タイプというわけじゃなくて、うん、炎とブレード、炎とガンという形で、うん、いろんな組み合わせの属性を持ってると。両方ちゃんと理解しとかないと対応できないってことね。まあ逆に言うとこれ両方ともね、うまくあの理解して相手の弱点を突くともう大ダメージが与えられると、はい、そのプレイヤブルをね、うん、初めてお見せしようかなと。いや見たい見たい、ガイストクラッシャーゴッドをね、地域初公開ということで、はい、地元の方だけにお見せしようか。いや地元だけ、広いご近所の方だけにどんだけ限定でやってんの。狭い狭い狭い、はいはい、はい、今回 の、 あのメニュー画面になってます。はい、はい、今回にお見せするのはですね、相変わらずの種類も増えてるんですけど、はい、あの武器がね、新しいの出てます。それがこちら、ガン属性の二丁拳銃。あのすごい、ガイストクラッシャーってみんな武器でかいんですけど、ね、みんなでかいんですけど、二丁拳銃もやっぱりでかいっていう。でかいな、はい、手合わせて撃てねえくるっと回ったら止まらないじゃん。でこの二丁拳銃のクラウンバジリスク、こいつでですね、ちょっとその動きを見てもらおうかな。う、はい、おっと、なるほど。じゃあちょっと早速その二丁拳銃の動きを見てもらいますが、あのガンタイプなんで、うん、やっぱこう射撃なんですよね。ただ今まであったガンタイプで長距離が多いので、うん、あの中距離でちょっとこれね、こう撃ってるだけじゃなくて、こう爆電、側転とか爆電したり、あの体術使いながらテキパキと攻撃できるガン、うんうんうん、爪の攻撃もできるみたいな。そうですね、射撃としてね。なのであの中距離で結構本領発揮できるっていうものになってます、うん、まあ、さらに、はい、ちょっとメールフォームになってください。さらにこれが、まあ、新
新しいね新外装ギアのクラウンバジリスクなんですが、はいはい、あのこのメールフォームとウェポンフォームを組み合わせるクイックチェンジっていうものを使うことで、もうあっちうまい多段コンボは、じゃあ多段コンボやってもらいましょうか。多段コンボ、おーおー、はい、こうやってね、瞬時に切り替えて、はい、こういう感じでコンボを決めることができますよと。はい、で、さらに、外装圧ちょっと出してみましょうかね。はい、あら、来たよ。ちょっと今回リニューアルして、あの演出がこう派手に、おお、はい、漫画みたい漫画みたいって、まあ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 、まあ、大阪のおばちゃんやないねんから、はい、大丈夫で、エクストリームフォーム出ました。はい、もう指示になってね、でかい、どんどん巻きでやってますけど、なんですかこの、これがですね、あの元になってる外装そのものになれるっていうね、はい、顔が鳥、こいつはね、バジリスクは合成獣型で、頭が鳥で、体がトカゲで、四つん這いでなって攻撃する、バジリスクね、強そう。で、今回ね、あのエクストリームフォームがですね、かなりあのテキパキとアクションできるようになってますので、はい、あのちょっとね、重たいキャラクターもあったんですけど、あのコンボがね、エクストリームフォームでも決まりやすくなってます。気持ちよくタタタタタ続けていける。で、さらにですね、僕のちょっと下、ここです、見ていただけると分かるように、あの下画面がですね、もう大リニューアルかましてまして、はい、あの下画面にまずレーダーがつきました。ちょっとあの離れてもらえるかな、敵から。敵から離れると、はい、あの近づく、真ん中にいる三角が十分ですね。で、敵キャラが、はい、こう画面の外にいてもどこにいるか分かると。はい、でさらにこれトレーニングモードなんで、はい、あの1個しか表示してないんですけど、画面の上のゲージはですね、そのエリア内に何体敵キャラがいるかっていうのも分かりやすい。分かるんですね、はい、うん、というのが、まあ、左に、ね、謎の倍率も書いてたりするんですけど、この辺はちょっと僕まだ知らないっていう手でお願いします。手で、はい、では、では早速ですね、うん、ステージもちょっとお見せしようかなと。はいはいはい、はい、今の、うん、あの新武器の二丁拳銃を使って、はいはい、新しい敵にをちょっと挑みたいなと。こっから。なるほど、はい、いや見たい見たい見たいですよ。でせっかくなんで、うん、今日は初出しなんで、はいはい、出し惜しみなく、うん、同じ二丁拳銃でもまた別のギアを出してみよう。お、あら、じゃあ画面の方行きましょう。はい、どうぞ。新しい、はい、どうぞ、うん、はい、ま、ね、今回この戦国銀閣っていうですね、戦国銀閣、はい、さっきのバジリスクは赤かったんですけど、うん、はい、この銀色の戦国銀閣、これもね二丁拳銃なんですけど、さっきとちょっとまた技が違って、うん、はい、あの連打もできるシャープな感じでね、こうくるくる回りながら打ったり、うん、スタイリッシュ、はい、でもあえて中距離攻撃ができるので決してあの格闘オンリーではないですね、うんうんうん、はい、でこのステージ、はい、あの進んでもらうとですね、ブレイブドレイクというですね、これも今回初めて登場する新ガイストがクロスキャラになっているので、はいはい、それも見てもらいたいなと。あら、なるほど、そこまで見せてもいいと、うん、やめましょうか。やめへんやめへん、なんでやん、何のこと、そこまで見せても大丈夫ってことですね。じらすあかんかもしれない。いやいや、じらす、たくさんあるからね、あのウェポンフォームが、はい、あのどちらかというとちょっと重くて一発攻撃みたいなイメージが強かったんですが、うんうんうん、この二丁拳銃はウェポンなんですけど、うん、テキパキとコンボが決まる、うん、まあ、その分ちょっと威力はね、他のウェポンに体験とか、はい、あのガンに大砲に比べてちょっと低いんですけど、うん、あのテキパキとコンボが決まると、うんうん、はい、じゃあ次のエリアに入りました。 It's cool。クール？かっこよくないですか？はい、これブレイブドレイクとですね、今回初登場するあのドラゴン型のガイストですね。めっちゃかっこいい。まあ、あの鉄鋼竜人とか、うん、あのワイバーンとか、はいはい、そういうものを見たんですけど、これ結構純粋なドラゴン型っていうのは今回初めて登場して、うん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 、で今ちょっとメールフォームに結果切り替えてますけど、はい、メールフォームはこいつこんな感じで、もう何をモチーフにしてるかはなんとなく分かったと思う。で、さらにですね、これ今回り込みをしましたね、スルッといきましたね、はい、これがね、新システムのジャストスライドというものになってます。単純にこう、後ろにこうね、一瞬にして回り込んで背面から攻撃をすることができると。おー、はい、まあ、今後ろに回り込んだのに敵に振り向かれてましたけど、まあね、はい、こういう感じで後ろに一瞬くるっと回って大ダメージを与える、うん、ただこれ敵が攻撃するのに合わせて、うん、タイミングよくボタンを押さなきゃいけないんで、あの失敗するとノーガードでダメージを食らってしまうよというものになってます。じゃあそうか、はい、で結構このブレイブドレイクもですね、結構凶悪で力強いガイスなんで、はい、まあ、単純にこの引っかき攻撃だけじゃなくて、ブレス攻撃もかなり強
強力な。お、ここでエクストリーム。あー、来た。はい。あ、もうすげえ。虫だ。虫ですよ。何虫か分かりました？カブトムシ。クワガタ。なるほど、だから2乗。はい、なるほど。はい、あ、これド派手ですね。おー、これはすごい。はい。まあ、こんな形でですね、あと新しい新型のガイスト、金分じゃないですよ、金分じゃ。金分じゃないですよ。誰金分が言うた？ついてるからね。綺麗やけど、はい。大きい種類では一緒やけど。金分も好きですけど。まあ、あのハサミ使ってこう 挟んだり、上から突き刺したり、はい、いろんなアクションができますよと。はい。なるほど。というものになってます。はい、じゃあ次行きましょうか。まあ、この辺まで見ていただいて。はい。楽しい、うん、1回やったんですけどね、前もね、うん、すごい興奮しちゃうもん、うわーとかやって前にやってましたから、ね、はい、あんだけこうね、3種類こう変えれると、うん、テンション上がりますね、はい、で今回それがまだこれが多いんですよね、リズム感がポン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 と変えれたらやっぱアクションの極みですよね、まあいいですね、 ありがとうございます、ね、回り込みもうまく活用して、そうね、あのガイストラッシャーゴッドはあのインターネットプレイにも対応してて、なるほど、はい、あの4人でね、うん、最大4人で協力対戦もできるんですが、なるほど、あの協力プレイの模様はまた今度、次回ですね、次回、わかりました、はい、それでは野中さん本日はありがとうございました。巻きが出たんで、巻きのやり方間違ってる、そこ巻いたら、パズン、必要なもう飛ばしてどうする、びっくりしました、いや、まあ、いらん話を縮めて次にまた続くから番組のね、いや続くから、平井さんあるじゃないですか、ちゃんと言わなあかんことが、え、僕なんかありましたっけ、え、平井さんガイストといえば、はい、ザリパイ先生、あ、ザリパイ先生、そうなんですよね、実はそうなんですよね、いや最強ジャンプの7月号で、あのガイストクラッシャーの漫画を体験して、うん、あ、漫画じゃない、ゲームを体験した漫画を書かせてもらってるんですよ、はい、うん、それでお世話になったんですよね、はい、うん、でそのですね、体験漫画が、はい、なんとガイストクラッシャーの公式サイトで、ほら、はい、今日から読めるようになるという、ね、その漫画が、はい、え、サイトで、サイトで読めちゃうということで、はい、ぜひ来てください、なんでその情報知らんねん、はい、お前いや、そういうもん、お前が一番言わないやな、やな、水面下でいろいろ進んどるんです、あ、なるほど、つながっとるんです、初出しも多いですからね、初出し多いです、つながる、つながる、まあまあそういうことで、うん、まあ、体験なんか書いてもらってるぐらいなんで、はい、結構あのガイストクラッシャーの前作はプレイされてるので、うん、はい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 、まあせっかく今日はあの実機を持ってきてるんで、あら、挑戦してもらいたいなと、わぁ、おー、じゃあ行きますよ、行きますよ、実力を、実力を、ウィ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 、実力上げ上げウィ、はい、じゃあ巻きが出てるんで、平井さんに平井さん改め、ザリパイ先生に挑戦いただく、頑張る、頑張る、はこちらです、誰とった、うお、なんかえげつ、はい、ゴッドヒノカグズチに挑戦してもらおうと思います、頭がね、頭溶けついてますよ、3つある、あら、まあ大丈夫、4つ3つ4つついてます、あれ奥のもか、はい、奥の方本体、うわー出た、はい、出たわ、まあ、今回あのガイストクラッシャーゴッドということで、はい、ゴッドガイストというですね、うん、あの神の力を持つ強力なガイストが出てくるんですが、そのうちの1体ゴッドキノカグズチと戦ってもらいたいなと、はい、やりましょう、セイセイシンやろ、強そう、うん、ものすごい強いです、正しいやな、うん、あ、これは行きましょう、行きましょう、はいはい、やってみましょう、じゃあ早速あの行きましょう、めちゃめちゃ強せ、これかな、あのね、平井さんが冒頭からつながるつながるっていう話が出てたんで、うんうんうん、今日1回目のあ、はい、アンケート、アンケートこれでちょっとお願いしたいの、あら、まあ、はいはい、はい、もうズバリアンケートいきます、いや、やるでしょ、コンセプトなんで、なるほど、 MC 続けるか、はい、やめるか、なんで今なんで今そのアンケートやろ、マジやろ、それ最後でええわ、もうちょっとゴッドガイス押してもらって、そうですよ、はい、なるほど、キレのツッコミやったね、ツッコミいいね、キレね、勉強しとんね、 MC できてるあんたの横で勉強しとんね、うん、右耳がどんどんおかしくなってくるから、はい、アンケートということで、ごめんなさい、はい、平井さんがゴッドガイストに勝てるか勝てないかのアンケート、もうズバリどうぞ、言ってもね、この男本当にもうゲームに関してはね、みんな勝てるにしてよ、ね、勝てるに、うん、勝てる、おい無理やろってどういうことやね、無理多いな負けたらやめる、いやもうほんまに家行くで、そんなんしたら、いや行っちゃう、で、あの今回ですね、まあアンケートということで、はい、あの当たった人にはね、うん、プレゼントが欲しいだろうということで、ああ、あの特別に僕はプレゼントを、はいはいはい、それもさっき言えやって思ってちゃう、それみんな押してもうたら、もうポチったポチった、これはそうでしょ、プレゼント用意します、こちらです、何、ダンダン、
あ、嬉しい。はい、あのガイストクラッシャーの前作のソフトですね、現在好評発売中のソフトと、ちょっとアンケートで見えへんねんけど、うん、それとですね、あの7月12日、これ来週なんですけど、はい、あのガイメタルの第4弾、新シリーズがこれ発売になります。なるほど、はい、これをセットにして、うん、はい、2名の方に、なるほど、プレゼントしますよ。正解者の中ですよね。そうです、そうです。でももうみんな押してますもんね。いや、そんなことない。今から押す。今から押す人もいんの？はい。押せよって出てます。押せよってね。なお、あの、ガイストクラッシャーゴッドは、前作のセーブデータが引き継げるので。ああ、これありがたいですね。そうです。あの、まだプレイしてないよという方はね、うん、ぜひ今回当てていただいて、欲しい、はい、うん、ゴッドまでに前作を進めてもらいたい。なるほど。はい。はい、さあ、さあ、さあ、結果は出しますか？結果。結果いきましょうか。はい、結果はドンと、あら、勝てないが 78.7% 2対8ですね。怖いな。いや、そう、だからもうみんな怖いわ。いや、これは跳ね返すのはやっぱり。そうですよ。よし、いきますよ、じゃあ。はい、じゃあ早速プレイしましょうか。じゃあ行ってみましょうか。平井さんは多分1分ぐらいでゴッドガイストをクラッシュしてくれるはずなんで。じゃあ行け、平井さん。どれ、さあ、これはまずこれを倒して。そうですね、まずはあの通常のこの、はい、小型ガイスを戦うシーンからですが、小型あのゴッドガイスはかなり強力なんで、うん、今回はですね、特別に、はい、この武器えげつない超接待ということで、はい、プラチナガルーディアというですね、風属性の中でもうほぼ最強クラスの、はい、のガイストギアで出撃していただいております。羽ついてますから勝てる。いや、かなり優遇された状態で今日言ってもらってますんで、だから武器にした時日本になるんですね。これね、二丁釜というですね、巨大な二、はい、つ大きい釜を持つ釜、はい、これですか。綺麗のいい攻撃してくれます。さらにもう、あ、今ちょっと後ろから攻撃したので、もう一回でザコ的倒しましたね。なるほど、はい、あ、平井さん今やられましたか。え、そんなことないですよ。押す前にやられました。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、見事。早い早い、ここでかっこいい。いい感じ、いい感じ、いい感じ、走れ、いい感じ、いい感じ、押してる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 。じゃあそこでね、ワープゾーンで A ボタン押してもらって、しゅんた興奮してワープゾーン超えとったやんか。そう、走り過ぎてましたからね。あ、よし、あれが目的地ですね。なるほど、来た、うわー、えげつない、うわー、ガガガガガガ、入りました。ゴッドガイスの1体、ゴッド火の角槌です。うわ、これはあかんわ。ひー、おっと、あ、でも最初ね、ちょっとメールホームで行ってるので、これ結構成功法で戦ってますね。ひー、ちょっと待って、潜り込んで、ちょっと待って、潜り込んでじゃないよ、もう。あの、大きさもさることながら、いや、こんないで、比率なんか吐きますね。あかん、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 うまい、うまい、うまい、うまい。これ、これ、あ、いいですよ、後ろ回り込んでますね。おっと、ついばまれてますね、これ。いや、あかん、やばい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 、え、ついばむの。え、いや、あの、全然減ってないです。もうちょっと頑張ってもらいましょう。カウンター、カウンター、後ろに回り込むやつ。そうそう、ね、そんなん、敵がね、攻撃してくる瞬間に、はあ、敵の方向と B ボタンを同時に、なるほど、タイミングよく、それ教えてください、ま、あ、敵だ、あ、いた、あ、ジャストスライド、いいぞ、いけ、いけ、今や、だ、いや、はい、トン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 、回転竜巻十字山出ましたね。回転竜巻十字山やぞ。そう、回転竜巻十字山や。流れてる。回転竜巻十字山が出たぞ、これ。回転竜巻十字山が出た。この間にどのダメージを与えて。そう。あ、結構、あ、あ、あ、え、ぶっ飛びましたね。アンケート通りじゃん。おい、なんだよ。何が回転竜巻十字山。お前、回転竜巻十字山言いたくないやろ。回転竜巻十字山出してなんで負けんねん、お前。回転竜巻十字山の重みってもっとあんねんで。自分の命を削ってる部分あんねんで。全然変身もしてないし。だってさ、強えもん。回転竜巻十字山だったのに。こんなにちょっと回転竜巻十字弾そんなにこだわらなくて前作から引っ張ってくれるんで。ただこんな気持ちいい言葉なかなかないです。気持ちいい言葉です、はい、だからゴッドガイス強かった。いやでも本当にちょっとえげつない、めちゃくちゃ強い強さやったね。これは無理やわ。まあプラチナガルディアでもあれなんで、もう相当頑張らなかった。いや目指したいですね。あの今後ね、あの発売までに、うん、あのゴッドガイスに勝てるような情報も、なるほど、はい、お届けしていきたいなと。ぜひお願いします。本当にちゃんとこう B でガーンと言ってたね。ね、あ、そうですね、ジャストスライド。そっからそう教えていただいたんでね、使っていただきましたけども、はい、いやだって、まあ、橋本さんが、あ、いけた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 それまでずっと喋ってなかったのに、お前がこうカウンターで過ぎてたんで、あ、いけた、いけた、いけた運動会のお父さんやないねんからテンション上がりましたよ。ありがとうございます。低い声で俺がわーっと盛り上がってたら、十字損っつってお父
さん言わなあかんと思う。決まってる決まってる、かっこいい。まあでもね、柳原さんもなんかアニメの方でガンガン出てるっつって、 それもちょっとお伝えしてくださいよ、せっかくなら。いやもうその快速ラジオ私出てますから、まあ、はい、出ない時はほとんど出ないんですけど。まあまあそれはありますよね。私あのガイストオンしないので、はあ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 、何にもただのクラスメートなんで、うん、クラスメート、はい、主人公と同じ中学校に通ってる、じゃんじゃんしか言わないです。あ、なんとかじゃん、取り巻きのね、取り巻きでもいいですよね。サンガリデンスケ君っていうね、そうそう、やっていただいて、なんか決め台詞ないの？え、俺の油がとか、そういう俺の油がそんなの沸騰してる、ただのおっさんやな。お前、おつゆが激しいよ、この深さって。やめて。はい、ちょっとね、盛り上がってるところですけど、はい、はい、柳原さんも伝助役で出ている、はい、テレビアニメガイストクラッシャーはですね、毎週水曜日18時はい、はい、テレビ東京系列で、うん、絶賛放映中。見てください。はい、あの先週からですね、うんうん、ガイストクラッシャーはパワーアップしてゴッド編に、うん、そうなんです。国家級選手からゴッド編に入っております。なるほど、もっと盛り上がるわけですね。オープニングがあって、ゴッド編にも柳原さん扮するデンスケちゃんと出てますよということで。油屋デンスケ、油屋デンスケ、金持ちの息子。そう、映画なけど腰巾着なんですよ。いいキャラですよ。でね、アニメで、うん、いい情報が、もうアニメの別情報、初出し情報が来ます。ゴッド編に追いつくための初情報があるんですよ、これ。なるほど、半分で言うてる。言っちゃって、言っちゃって、はい、去年ちょっと初出しの情報がありまして、うん、それがこちらです、どうぞ。ドンドン、やった。はい、テレビアニメガイストクラッシャー夏休み、うん、一挙無料配信決定。やった、いいでしょ、いいでしょ、はい、7月16日からですね、7月31日までの2週間、うん、はい、過去放映していた1話からですね、うん、はいはい、あの一挙にですね、もう無料配信しますよ。なるほど、そんなことありますか、はい、なの で、ね、あの今までずっとね追いかけていただいてる方もですね、うん、最初の方どんな話だったかなと見返してもらうのもよし、はい、うん、でちょうどあのゴッド編で気になる方、うん、今まで見てこなかった方はこれで一気に追いつける、うん、なるほど、はい、見なきゃ。こんなアニメ爆盛りです、爆盛り。しかもこれあの、うん、期間中はですね、うん、あの何回見ても無料なんで、はい、ああそうですか、はい、見たことないでしょ、これ。もう僕は確実に2回見ます、うん、なるほど、はい、2回か。じゃあ俺4回見よう。いやそんなんもうええから、そのやり取りは。はい、すいません、私100回見ます。何のことやん、すごいな、絶対嘘やろ。今日はショコラギャグ、うん、切れ味いかがだったでしょうか。そこかい、関係ないやろ。そんなもんアンケートで聞いたら、はい、ノーばっかり決まってるでしょ。はい、ガイストクラッシャーゴッド編、テレビアニメ絶賛放映中でございますので、はい、はい、皆さん見てください。そして、はい、今日ご紹介した、うん、任天堂 3DS 用ソフトガイストクラッシャーゴッドは9月4日発売、うん、はい、これからも新しい情報をバンバン出していきますし、はい、第2回のカプコン TV でも、はい、噛んでません。新しい情報をお伝えしてまいりますので、なるほど、楽しみにしててね。はい、最高の夏休み楽しみにしててね。ありがとうございます。ズルズルズルいったよ、最後。いいです、いいです、いいです。膝吸った、伝わってるからいいんです。なるほど、はい、ゴールしたらいいんです。いや今日は本当ありがとうございます、うん、ありがとうございます。まさかこんな終わり方するなんて。大丈夫です、大丈夫です、ね、全然大丈夫です。本当はこの辺で退場していただけますのかね。はい、うん、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あ、柳原も行くの？私もそろそろ。あ、そうですか。外出組ですから。外出組ですから。なるほど、ありがとうございました。はい、どうも。こうしたら皆さん、あとは頑張ってね。なんとかなるさ、なんとか。行っちゃうんですか？どういう、ショコラちゃん大丈夫、俺でも大丈夫だから。ほら、大丈夫だ。ダメそう。大丈夫だ。戦勝開戦、武装、変形、収集、ガイストクラッシャーが衝撃の新章に突入。ガイストクラッシャーゴッド、世界を滑る力を持つ新たなる強敵ゴッドガイストが降臨。まあ覚悟しろわ、人間ども。ガイストが喋った。鉄火たちの前に現れた遠霊ガイスト、マイクマン。神と人間をつなぐ小さきガイストだ。ガイストギアもゴッド級にパワーアップ。どんなガイストが出てきても俺たちは負けないぜ。
この戦い最後までゴールデンに戦い抜こう。いいぜ、俺も行ってやるっつーの。グランドフィナーレを飾るにふさわしいステージだ。俺の覚悟はどれだけ派手か見せてくれる。新型ガイストも続々登場。ガイストをクラッシュして新たなガイストギアを手に入れろ。クラッシュ完了。イベントシーンはもちろんフルボイス。お前ら人間に伝えることがあるのは。ここまで来て何言ってんだよ。鉄工場が危ないんだぞ。アニメそのままの世界が楽しめる。おとなしくしてろバカクマ。待望のインターネットプレイに対応。遠くの友達と協力対戦が可能。さらにすれ違いバトルで他のガイストクラッシャーに挑戦できる。前作ガイストクラッシャーのデータは引き継ぎ可能。引き継ぎ得点がもらえる。もちろん全てのおもちゃガイメタルに連動。さらに前作ガイストクラッシャーが丸ごと楽しめる。この面白さまさにゴッド級。今戦いは神話へ突入する。ガイストクラッシャーゴッド2014年9月4日発売予定。超進化型ガイストギアがついてくる。はい、ということで続いてカプコンニュースに行きましょう。ショコラちゃんよろしく。今日までに入ってきているカプコンのニュースをお伝えします。本日は5つのニュースが入ってきています。1つ目のニュースです。シューティング型サバイバルホラーアトラクションが再び登場です。昨年ユニバーサルスタジオジャパンで話題騒然となったサバイバルホラーアトラクションがさらにグレードアップして再登場します。その名もバイオハザードザリアル2。僕も前回体験してきたんですけども、はい、今回さらにパワーアップしてて、前回はハンドガンだったんですけど、今回ショットガンでゾンビを倒しまくるという、生き残る、確率が前回で 0.002% というかなり高難易度なアトラクションだったんですけど、今回もかなり難しいということで、今回だけにあの回復アイテムであるハーブというのが、はい、あの中で手に入るようになっているので、それを駆使してぜひ体験してみてほしいと思います。はい、開催期間は2014年8月8日金曜日から11月9日日曜日までの期間限定となっておりますので、ぜひぜひチャレンジしてください、はい、はい、続いてのニュースです。モンスターハンター4と太鼓の達人が夢のコラボです。6月26日にバンダイナムコゲームスから発売された任天堂 3DS 用ソフト太鼓の達人ドンと勝つの時空大冒険とモンスターハンター4の夢のコラボが実現します。はい、演奏ゲームではモンスターハンター4の名曲を集めたモンスターハンター4メドレーが遊べます。ノルマをクリアすればブレイブネコシリーズの着せ替えがもらえます。さらに時空大冒険でゴアマガラを撃退してオトマイルを仲間にできますので頑張ってください。はい、続いてのニュースです。モンスターハンター展が開催されます。はい、前回もお伝えした8月2日から始まるモンスターハンター展のお得な初公開情報が届いております。はい、まずは8月1日に行われるモンスターハンター展内覧会にモンスターハンター公式ファンクラブモンハン部の部員を抽選でご招待いたします。明日の7月3日木曜日からモンハン部にて募集を開始しますのでお見逃しなく。モンハン部は登録無料でご利用いただけますので、はい、この機会にぜひご登録ください。はい、さらにモンスターハンター展先行配信ダウンロードコンテンツをゲット。配信クエスト10周年を祝う者たちはハンターランク4以上で受注参加できるクエストです。ターゲットはリオレウスですが他のモンスターが乱入してくる可能性もあります、うん、クリアするとモンスターの素材のほかギルドチケット S、各種鎧玉、お守り、旅団ポイントが手に入るお得なクエストです、はい、配信お供のアニバーとサリーは初期レベル19の即戦力でなってますのでぜひ、はい、はい、ただいま前売りチケット発売中です。その他の詳細はモンスターハンター展公式サイトをご覧ください。続いてのニュースです。
戦国バサラ4スペシャルパッケージが7月24日に発売決定です。まずはこの番組で初めてお見せする PV が届いておりますので、そちらをご覧ください。スタイリッシュアクションゲーム戦国バサラ4がお求めやすくお得満載の特典がついてスペシャルパックで登場するぞ。将軍足利義輝による戦国創世の宣言、これにより日の本は新たな乱世の渦に巻き込まれる。各地で立ち上がる戦国武将たち、伊達政宗、石田三成、島左近、柴田勝家、登場する武将はなんと総勢40名。プレイヤーは自ら乱世を切り開き、新たなドラマ、新たな時代を作り出す。君の奇跡が戦国時代となる。武将ごとの個性あふれる爽快アクションを体感しよう。シリーズ初参戦の武将たちも新たなアクションで君の出陣を待っているぞ。さらにボタン一つで操作可能な味方武将戦友との共闘アクションを使いこなそう。プレイヤーの腕次第で連携技、コンボなどの爽快感は無限大だ。戦友と共に戦場を駆け抜けろ。戦場も大きく進化。ぶつかり合う大軍への乱入や各軍勢の城、移動要塞の攻略、日の本各地でまるでテーマパークのような戦場が待ち受ける。そして戦場は生き物、そう足軽たちも黙ってはいない。見ろ、これが俺たちの戦術、陣形合体だ。お気に入りの武器を自由にカスタマイズして強化が可能。特殊能力をつけたり特定の能力に特化させても OK だ。さらに合戦ごとに特殊効果やルール、BGM を設定できるなど、ステージまでもカスタマイズできる。スペシャルパッケージにはオリジナルスリーブケースにプレイステーション3専用ソフト戦国バサラ4はもちろん、ダウンロードコンテンツのプレイヤー武将全開放と特別衣装9種類をまとめてゲットできるダウンロードコードが付属。さらに特典のスペシャル映像を収録した DVD も見逃せないぞ。プレイステーション3専用ソフト戦国バサラ4スペシャルパッケージ、7月24日発売。こちらのスペシャルパッケージなんですが、特別衣装やカスタムテーマなどのダウンロードコンテンツをセットにしてお求めやすい価格となっております。はい、さらにオリジナル編集の特別映像を収録した特典 DVD 付きとなっております。はい、なおダウンロード版には特典 DVD は付属しませんのでご了承ください。それと PV の最後にも入っておりましたが、テレビアニメ戦国バサラジャッジエンドが今週7月5日土曜日から放送開始になります。アニメのオリジナルキャラとして TM レボリューションの西川貴教さんも酒井忠次役として出演するみたいですので、詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。はい、はい、続いてのニュースです。モンスターハンターコンピレーションリミックスチューンの情報です。モンスターハンターシリーズより人気楽曲ばかりを集め、チップチューンテイストに仕上げたコンピレーションアルバムが本日発売になりました。総勢10名のゲストリミキサーでお届けするリミックスアルバムとなっております。その発売を記念したライブイベントが明日7月3日木曜日に渋谷パルコパート1、6階の 2.5D スタジオにて開催が決定しております。当日のイベントの様子は 2.5D のユーストリームチャンネルでもライブ配信いたしますので、ぜひお見逃しなく。はい、ということで本日はこの CD にも参加していただき、明日のライブにも出演される坂本教授に来ていただきました。わー、お願いします。お願いします。かっちょいい。はい、よろしくお願いします。坂本教授です。はい、お願いします。はい、はい、簡単に今回のアルバムの説明をお願いできますでしょうか。はい、今回はですね、モンスターハンターシリーズのコンピレーションアルバムということで、うん、モンスターハンターね、いっぱい名曲があるんですけども、はい、自分はですね、3DS のモンスターハンター4のメインテーマである旅立ちの風という曲を、
ピコピコと8ビットの音色を使って、リミックスさせていただきました。はい、原曲がねオーケストラの壮大な曲なんですけども、自分はちょっとそれをうまく8ビットに何とか落とせるかなと思って、苦労したんですけども、はい、楽しみに聴いていただければと思います。はい、はい、重たいですか？これね本当に重くないんですよ。あ、そうなんですね。ただね、あの黒いのと熱いのとがちょっと問題なんですけども、今画面もね自分いるのか分かんないぐらい真っ赤になってますからね。そうですね、はい、はいはい、あの今日は何やら演奏もしてくださるので、はい、そうなんですね、そうですね、あの、うん、残念ながらそのモンスターハンターの曲はですね明日のその 2.5D のイベントで初披露ということなんですけども、はい、まあ、今日はせっかくなので、カプコンさんということで、実はですね自分もう先ほど出たばっかりの情報なんですけども、9月の17日に約3年半ぶりぐらいの、アルバムを出させていただきます。でそこにですね、カプコンさんの、ロックマン2のフラッシュマンステージっていう、あのフラッシュマンのステージの BGM があるんですけども、うん、その、リミックスを1曲入れさせていただいたので、今日は本邦初公開ということでその曲を今から披露しようかなと思います。わー、ありがとうございます。せっかくなのでじゃあ、はい、ショコラさん、ロックマン2のカセット持ってきたのでよかったらやだインサートしてもらえますか。すごい、いつぶりさせるんですね、これいつぶりだろう、はい、じゃあね、ちゃんとフーフーフーやりますね。はい、よいしょ、ゴー。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと準備してきます。お願いします。お願いします。はい、今日演奏していただく曲は、はい、その9月に出るアルバムの中からのロックマンの、ロックマン2のリミックス曲になります。はい、you
ごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ピコピコ音めっちゃテンション上がりますね。うん、かっこよかったですね。このアルバム、エンディングは結構かっこいい曲なので。絶対欲しい。うん、はい、ありがとうございます。明日ライブがあるんですもんね。そうですね。明日がモンスターハンターのコンピレーションの、リリースパーティーで 2.5D さん、はい、で今かかった、自分の曲が9月17日発売のアルバムで、もう今日からAmazon等で予約できるようになっているので、うん、よかったらチェックしてみてください。明日当日でも。そうですね、明日のリリースイベントは当日 のチケットもありますので、あのガンガン遊びに来ていただければと思います。めちゃくちゃかっこよかったです、はい、すごい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。坂本教授でした。本日からですね、月始めの放送でお届けするこのコーナー、カプコンのキャラクター商品が何でも揃う直営販売サイト e カプコンから今月のおすすめ商品を紹介していきたいと思っております。一緒にお届けしてくれるのはこの方です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よいしょ。よろしくお願いします。かなさん、おお、慣れ慣れですね。もうカプコン30周年とか言ってる場合じゃねえぞってぐらいいるんですよね。頑張ります。今日要は長い間いてると、まあ、平たく言うとそうですね。なるほどね、はい、もう安定してますよね、喋りがね。もうドーンとしてますよ。いえいえじゃない。素人感出して。いや、もう遅いです、もう遅いです、それは。いや、まあでもね、今からあのね、ちょっとコーナーやっていくんですけど、コーナー名がカンタとカナの特選 e カプ TV カッコ仮みたいな。カンタ、カンタ、これね、誰も分かんないと思うんですけど、僕が小学校の時、駄菓子屋家やってたんですよ、家が、はいはい、でその時に駄菓子屋カンタっていうお店で、その絵がもうずっとあだ名で、うんうん、僕のあだ名がカンタなんですよ。おお、そこから引っ張り出してきたってことですよね。うん、これ知ってんのね、多分一人しかいないですよね、このカプコンでは。誰ですか。まあ、竹下なんですけどね。ああもう言っちゃいますけど、はい、もうね、どんどんね、裏方のやつ名前を言っていこうかなと思ってます。みんな、ね、竹下笑う笑うみたいになってますよ、竹下ってやつがいるんですけどね、そこにね、はい、うん、カンタって言われてるんで、それでちょっとね、紹介していこうかなと思っております。 K&K みたいな感じで。あ、いいですね、KK コンビですよ。はい、はい、じゃあ早速いきますか。今回はどんな感じですか。はい、今日ご紹介するのはなんとモデルにも来ていただいているんです、うん、モデルカモン。おお、わこれはまた、はい、おこれは、イカプコンでモンスターハンター10周年を記念して、うん、はい、作らせていただいたキンキのモンスター、キンキってちょっと難しい感じなんですけども、うん、黒竜をイメージして作ったレザージャケットなんです。なるほど、はい、また豪華な革ジャンですね。そうなんです、こちらの革ジャン、うん、なんととっても強靭なのに、うん、とっても柔らかくて、本当だ、どんなシチュエーションにもぴったりなんです。すごい肌触り良くて着心地良さそう。ヤギ側だからね。うん、ヤギ側か、うん、あれこれ、ハッシーハッシー、男前なんやろ、この着せられてる感。柔らかいです。柔らかいですか。なるほど、同じスタッフ出ますっていう。あ、そこはそうなんですね、はい、ちょっと着させてもらってもいいですか。すいません、ちょっと平井さんまだあの MC 仮なんで、ちょっとやめてもらっていいですか。すいません、すごく心に響くんですけど、それ、すいません、しょうがないな。視聴者の皆さんはね、かっこよく来ていただけると思いますので、はい、ぜひご予約の方、数量限定ですのでお待ちしてます。はい、じゃあ僕は LL サイズを注文しようかな。さあ、続いての商品は何ですか。はい、続いての商品なんですけども、先ほど番組の頭の方でご紹介させていただきましたガイストクラッシャーゴッドの e カプコン限定特典の方をご紹介いたします。ほ、よろしくお願いします。はい、今 e カプコンでご購入されますと、うん、先着で、はい、開発陣が厳選した、厳選した、はい、8曲を収録したオリジナルのサントラの方をつけております。なるほど。で、これ8曲のうちの1曲がまさかの貸し入りっていう、へえ、爆発なんですよ。なるほど、プレミアムサウンドトラック。そうですね、あの、うん、ほぼ間違ってる。あ、ほぼ間違ってない。じゃあどっちどっち。ほぼ合ってる。怖い怖い、もう、あ、ごめんなさい、僕ね、今まあまあ不安なんですよ。ごめんなさい、本当に。そんなつもりじゃね、本当。はい、そうですか。はいはい。そ
ちらの CD の方も、うん、あのどんな曲かなという方のためにあのイーカプコンの方で視聴できるようになっているので、なるほど、はい、ぜひ皆さんそちらで聴いてみてください。あ、言ってもらえば僕もサントラに参加したのにな。あ、なんかちょっと詳しくは言えないんですけど、ほう、あのアメザリが昔調子こいて出したサントラが爆死してるって聞いてるんで、ごめんなさい、 CD完全に爆死しました。3000枚売れましたよ。しかもインディーズです。あ、お疲れ様でした、はい、ほとんど手売りしてたんですけど最終的に108円でオークションされてましたよ。みんな買えるね、はい、もうないですよ。この世にないんじゃないかな普通に。辛いわ。はい、ということで、うん、最後なんですけれども、何ですか何ですか、Eカプコンの方では、うん、今あの投票 の、 あの企画をやってまして、投票企画、そうなんです、はいはい、ヴァンパイアに出てくるモリガンというキャラクターの色っぽい、はい、うん、そうなんです、フィギュアを、うんうんうん、イカプコン限定カラーというのを投票で決めちゃおうという企画をやっているんですね。皆さんの投票で、はい、ほう、そうなんです、なのでそれに皆さん、この色がいいよっていうのをぜひ応募いただきたいというのと、はい、あとあのこれ台本にはないんですけど、ほう、証拠たくましく、これあの iPhone カバーケースなんですけども、めっちゃいい、これこれもあの E カプコンならではのちょっとマニアックなチョイスなんですけども、いや、かっこいい。これを皆さんの投票でじゃんじゃん商品化という企画もやっております。ぜひ皆さんこちらの方も投票してみてくださいね。あ、みんなの投票で決まっていくんですね。じゃあそうなんです、ただし投票イコール購入なのでみんな気をつけるんだ。おお、そうだったんだ。注意、よく注意して、あのバンバンやめなさいよと、ちゃんと考えて、調子こくとすんげえ家に届いちゃうパターンなんで、そこ、はい、そこはちゃんと考えて皆さん投票してくださいね。はい、うん、ただいいなこれ。でもかっこいい。いやー、さあ、では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 次に行きたいと思います。はい、前回発表しました7月12日にベルサール秋葉原で開催されるカーニバル第1弾の追加情報が入ってきましたのでお知らせしたいと思います。はい、いろいろね詳細が分かってきたのでご紹介しますね。まず一番大事なところで、当日のイベントの模様をですね午前11時ね、ニコ生配信する予定なんですが、そのゲストになんとアメリカザリガニの出演が決定しました。おー、やったやった、みんなありがとう、コメントありがとう、うん、助かる、うん、あのね、カリ自慢という一般の方の参加のチャレクエステージもやりますんでね、ぜひあの皆さんお楽しみください。さらに、僕たち11時の回のみの出演なんですけども、ステージイベントは13時30分から第2回目、16時から第3回目が行われるのでこちらもお楽しみにくださいね。なお配信はですね、あの11時から第1回のみの放送になっております。この11時からだけがカプコン TV で配信されるということなのでご了承ください。はい、というところであります。はい、うん、あとですね、うん、会場でお配りするこちら、お新アイルうちわも出来上がってきました。めっちゃ可愛いやん。可愛い、似合うなショコラちゃん。もうあんたな、ええー、な可愛いうて、かー、後ろに橋本さんが見切れてんのがめっちゃおもろい。保護者みたい、マネージャー。何やろこの感じ。さっきあるユーザーがお父さんって書いてましたね。やっぱりそうか、やっぱりそうか。はい、うん、こちらはですね、数に限りがございますのでご了承ください。ほう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 、はい、うん、あのモンスターハンター 4G の、 あの武器と装備、こちらとあの一緒に撮影ができるというような感じにもなっておるんですけども、ちょっとスライドの方を出してもらっていいですかね。これなんですよ、このシルエットなんですけど、これシルエットしかまず出せない、とりあえずシルエット、え、真ん中のやつ、うん、なんやと思う。おみんないろいろ言ってる、クイズみたいになってる、ベッキーかて。あとですね、はい、写真撮影コーナーで写真を撮ってツイッター等でつぶやいてもらうと、うん、肉焼き抽選会に参加できるので、うん、ぜひ参加してください。ほうほう、なんとモンスターハンター4のメモリアルグッズがもれなくもらえるらしいです。これもらえんの、はい、わ、抽選で、うん、うわー、これうわ、焼きた肉、写真を撮ってツイッター等で共有。もうこんがり肉見るたんびにお腹減んねんな。うん？うん？ん？聞こえてんの？なんだ。あ、なんか聞こえてきました。陽気な音楽が。お、来ましたね。なんか BGM？ これ何これ？はい。今流れてるのは、ね、実はサンバアイルの BGM でして、こちらカーニバルっていう感じのね。
BGM ですけれども、こちらも会場でこれが流れると思いますので、はい、こういう感じでいいの、みんな。そうなんで、こう、こんな感じ。はい、ぜひ聴いてください。サンバの分かんないんだね、俺ブラジル行ったことない。ちょっとブラジルザリガニやったらもうちょっとサンバ感出せないけど、こんなんかな。フルラーイヤー、橋本さん、橋本さんいかがですか。橋本さんもほらサンバだー。よーい、出社諦めて公園で一人でサンバだー。橋本さん橋本さん、はいはい、楽しいですね。楽しいです、最高に。いろんな情報をまた抱えてるんでしょう、今日も。そうですね、で、ね、前回お伝えした通りですね、はい、すいません、ひどい空気。すごいな、あー、汗かいた、はい、で、まあ、前回お伝えした通り、はい、モンスターハンター 4G の初プレイアブルももちろんあります。で、はい、改めてお伝えしましょう。お願いします。はい、プレイアブル内容ですね、ボスジャギ、大名ザザミ、ザボアザギル、アシュに、どれか一つチャレンジしていただけます。なるほどね。で、体験してくれた方には、今ショコラちゃんが持ってるクリアファイルをプレゼントいたします。はい、おお、見えるかな、ズーンとドアップだ、ズーンっていこう、はい、もうちょっといいんだけど、おお、これ大型ですね、うん、はい。あと、ツイッターキャンペーンも行っておりますので、こちらもぜひご参加ください。で、当日は e カプコン出張所の出店も決まりましたので、うん、ぜひ物販の方もお願いいたします。あ、なるほどね、物販もあるんですね、はい、はい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 。で、7月12日ベルサール秋葉原1階で、うん、朝10時から、うん、夕方18時まで開催しておりますので、はい、詳しくは公式サイトをご覧ください。はい、なるほどなるほど、はい、カーリバル、はい、カーリバル、さっきの音楽も鳴ってるんで、あ、ずっと本当にカーニバルのような楽しい感じの、はい、カーニバルになってると思いますので、え、橋本さんもいる？います。お、踊っている、踊っている、踊ってるかもしれないですね。なるほど、ここで言っちゃうとやっぱりね、うん、そうですね、実際にやらなきゃいけない可能性もありますよ。まずい感じですね。まずい感じ、握手してもらおうっていう話も出てますよ。で、平井さんもね、11時からステージ出られますもんね。いや、僕も行かせてもらいますけど、皆さん、うん、ぜひお願いしますよ、うんうん。なんかね、会場ではこんがり肉ケバブサンドなどが食べられるカーリバルキッチンっていうものがあって、会場を盛り上げてくれてると。で、お腹空いても大丈夫な感じですね。そうですね、はい、食べたいよ。いや、僕もね、ちょっとイベント盛り上げてね、ちゃんと正規の MC になれるように、そうですよね、頑張りたいと思うな、本当にね。ベルサール秋葉原遊びに行きましょう、ね、はい、来れない人は配信で楽しみましょう、はい、ね。実際モンハンやりましょうよ、いかがですか、モンハンやりません？なんだろう、なんだろう、やるよね、やる、ま、モンハンをやりましょう。そうですね、ね、でも、うん、ただそうです、ね、うん、ただね、うん、鍛えておかないとダメなんでね、うん、ただね、前回ユニクロのね、コラボクエストやったじゃないですか。あの時にショコラちゃんちょっと失敗したから涙目なってたよね。ああ、泣きそう、ごめんごめんごめんね、ショコラちゃん、ごめんごめん、うん、ショコラちゃんに甘いものを、甘いショコラ何かを、ショコラっぽい何かを。ただね、3落ちしたやんか、あれね、僕ら気づかなかったんですけど、どうやら橋本さんのせいらしいのよ。え、そうなんですか。ショコラちゃんが最後落ちたってなってましたけど、橋本さんが一回動けなくしてるんじゃないかっていうのをいただきまして、それ VTR をご用意しました。それでちょっと検証しましょう。 VTR 出せます、これです、これ見てください。走りますね、一生懸命ショコラちゃんが言って、あ、入りました。あれ、今ちょっと急に動けなくなったんですよ、ここです。嘘、端剣が切ってつまずいて、本当だ、これだとハンマーでしたよね、回避できないんですよ。すごいショックだった今。でしょ、実は橋本さんが裏でああいうことやってるんです。橋本さんド S なんです。あ、やだ、ド S なんです。橋本さんは狙ったわけじゃないですよ、口で言わないタイプです。怒ってても口で言わずに態度でやっちゃう人なので。あ、いやいや、そんなことないです、そんなことないです、そんなことないです。あれね、じゃあ何、あの無駄切り、うわ、びっくりしたな。ちょっとね、 A 一回余分に押してしまったんですよね。その場合止まらないですよね。止まってないです、申し訳ない。だからショコラちゃん悪くないのよ。
ね、悪くない悪くない橋本さん、なんかしてもらうとほらそうですねちょっと、もう機嫌悪なっとるかないや、全然橋本さん問題ないですよ、全然 でも、そのお詫びと言ってなんですけども、今日また新たなクエストを持ってきましたあります？はい。どんなクエストですか？どんなクエストですか？ユニバーサルスタジオジャパンで先行配信されてたものなんですが、USJ 青と金の熱き共演という、なるほど。モンスターハンターザリアル2014の中で配信されていたものですね。こちら一般配信が7月18日に決定しましたので、それに先駆けて、あ、ちょっとここで。ここでやりたいと思います。おお、いいじゃないですか。どう、はい、どう機嫌直った？ちょっと。ちょっとかーい。じゃあ早速。そうですね。ね、やりますか。はい、で、今回ですね、まだ一般配信されてないので、はい、実は僕持ってなかったんですよね、データ。ほう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 。ただまあここでやりたかったので、うん、ユニバーサルスタジオジャパンさん担当から借りてきまして、実際に。はい。おお、そういう感じになるんですね。で、うん、ちょっと。そのキャラでクエスト貼ってるので、出発は4人ですが、クエストに参加するのは僕ら3人だけです。なるほどね。はい。なるほど。どれかやってええやん。いや、違う。さすがに3人でちょっと。じゃあ、前回と同じ掛け声でいきますか。はい、行きましょう。それではいきますよ。人狩り、行こうぜウェイこれ何や、ウェイって。俺今日ずっとやってるけど。トゲ状。で、2頭同時なので、怖い。真ん中のあの柵、うん、うまく活用して分断したいんですけど。なるほどね。柵も恐怖症です。柵あれね、ショコラちゃん一人で閉じ込められたりされてたよね。柵恐怖症。サクッと行かれる感じね。もらっちゃおう。うん、どうぞ。もらっちゃおう。これもいい。もらっちゃおう。ようさんもらったな今。ショコラちゃんもらいすぎやで。もういるんですか？もういます。俺飯食うの忘れた。離れてますね。え、みんな飯食うた？食べました。おい、なんでそれのコケこうコケ。え、ちょっと待って、コケって何今の。とりあえず一発締めます。あ、待って、武器急に今バジリスク出てきた。武器やばかった。え、武器あかんかった。武器があかん。武器あかんかった。多分なんかいろいろ準備大丈夫ですか？なりたいよ、本当に。大丈夫かよ。さあ行きますよ。お、分断。分断は一応しております。お、端剣も。じゃあまず青かですね。はい、青行きましょう。今持った方がいいですよね。もちろんです。なんか麻痺ってくれないかな。麻痺って来てるんですか？え、僕麻痺ですよ。確かに。乗りました。ありがとうございます。ラデオえ、今乗ってます。乗ってます。端剣がすごい、あれ来る。なんか掴んでる。端剣めっちゃ掴んでる。一応今日練習しておきました。あ、さすが。いや、嫌がってますね。モンスター嫌がってますよ。端剣のこと嫌がってます。嫌がってます。おお、これいつ倒れる感じですか？そろそろ来ます。そろそろ来ます。行きます。おーい、頭ハンマーなんでね。尻尾いきますね。僕肩いきますわ。肩って肩って普通狙わへんよね。空振り。えいえい、おとなしくして。おー、痺れましたよ。おー、ほんとだ、よかった。平井さん、素晴らしい。あー、デスターン。こけましたよ。こけましたね。うん。端剣何してんの？今、ちょっと飛んでました。なんで端剣今飛んだん？教えて、端剣。いや、ちょっと乗ろうかなと思いまして。あ、今の時にね。そうです。あ、連続でね。そうです、そうです。あ、ちょっと蓄積させておかんと。あ、そうですね。怖いよ。怖い怖い怖い。飛んでるよ。あ、これ開いてますね、柵。金来てますか？いや、あ、来てる来てる。来た来た。分断させるんでしょ。これはどうすれば。分断させましょう。これはどうすれば。分断させましょう。はいはいはい。え、もう押していい？まだですね。これを今押すとパニックですね。今押すとパニック。え、どっちかに行った方がいいとか。どっちかに行って、こう。というか、ショコラどこにおんの今。あ、あ、これ今押せますね。あ、あかんかな。え、いや、ショコラちゃんのちゃんと見とかんと。あ、ガリパイ、ガリパイさん近くにいます。いる？
あ、いない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 、いるいないで言うとどっち？いないいないのかい。ちょっと待って、ヤシカも食らってる食らってる。あ、ちょっと待って、助けて助けて。どうしたの？助かりたい。あ、助かりたい。ちょっと待って、分断飲んだよ飲んだよ。ありがとうございます、すいません。橋どうする？あ、今分断しましょう。あ、あかん、合流しました。合流した、もう押してまうでこれ。え、どうなった？ハンターとモンスターを分断する？はい、毒。それなんか動物園みたいな感じなの？はい、毒。柵越しにいるみたいな。え、怖い怖い、どうしよう、もう分かんなくなってきた。ショコラ、こっち来て。どっち？こっちっていうのは多分こっちやね。押す、押します。あー、押した、よし、押した。おい、お前。え、なんかやばい感じですか？どっち？橋。あ、よかった、一人じゃなかった。平井さん、一人になってしまう。大丈夫です、もうなんとかします。ちょっとかい、楽しくやります。いやー、狩りって本当にいいですよね。あー、最高だ。どうすることもできない。空を飛ばれちゃどうすることもできないね。あれ、乗ってます？まだ乗ってない。一方、その頃、そちらどうなってますか？ショコラ逃げてます。なるほど。はい、橋本さん。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。あ、今、平井さん画面ですよ。はい、だからビースタの方ビースタの方お願いします。平井さん超奮闘してるだけなので。お、さあ一方その頃、あ、乗りました。はい、ビースターはということで回復を、ということで回復を。なんかうまくやろうとしたのに、くそ、いけるか一人でも。なんか、あー、毒っちゃったよ。あー、なんかピヨピヨっつってる。危ない、燃えちゃった。これやばいな、俺。何取れない、取れない、飛ばされ、取れない。飛躍、飛躍の目。平井は飛躍しかない。金が硬い。毒が体を蝕む。毒が体を蝕んじゃう。危ねえ。なんか燃えてるし、さらに。もうそろそろ開くんじゃないですかね。早開けてもらっていいですか？ちょっと開けに行きましょうかね。ほんま勘弁してくださいよ、もう。何してんじゃん、俺。あかん、トークばっかりしてたら全然、うん、開きましたよ、開きましたよ。これ開いた、相手どうすれば。相手当分このままでしょうね。ちょっと当分この、あ、青が来たら閉めましょうか。どっちにですか？あ、あ、今押したい。え、みんな大丈夫？あ、押したい。え、どうしたいの、どうしたいの？どっちに行けばいいの？あ、なんか柵が閉まったよ。オッケー、大丈夫です。大丈夫、これ3人一緒、よかったよかったね、本当に、いつも一緒だよ。あ、やった。俺たちいつも一緒なんだからさ、もう兄弟みたいなもんじゃん。どこ、落ち着くんだ。お、行きましょう、サクッと行きましょう。しかしモンスターの動きもリアルになりましたね。そうですね、うん、本当に生きてるみたいな感じですよね。あ、飛んでる飛んでる。ショコラちゃん、なんか細かい声で何を言ってんの？飛んでる飛んでない飛んでる飛んでないとか言ってるけど、どういうこと？早く着地しないかなと思って。ああ、なるほどね。なんか、罠置きますわ。罠置きます？しびれはちょっと置いてみます。おお、ちょっと試してみて。あ、いや、あ、怖い怖い怖い。どこに置いたの？あ、ここ、ここ置きました。燃えるんだよ。来た来た来た。てか俺、線香とか持ってきてるじゃん。うん、なんかさらに追加で前切らないかな。サクッと切ってんだけどね、足元。うん、あ、怖いよ、怖い。アキレス腱のところを重点的に。アキレス腱、あ、止める。うん、よー、ジャヒーン、来た。お、落ちました。 あ、まだ怖い怖い。これ、ヒーンの来てますね。ダメだ、届かねえ、やばい。あ、開いた。金色来てますね。あ、来てるね、来てますね。金色さんが怖いです。あ、パニック。こっち見へんかな。やばい。あ、やばい。くそ。お、乗りましたよ、青に。いいでしょ、いい感じでした。いい感じ。恐怖、恐怖、恐怖。金の方に行ってる。あ、金の方行っちゃった。なるほど、いいですよ。乗れなかった。あ、やられた。あ、落ちた。え、なんで乗ってたのに。はい、なんか別の。あ、あ、あ、あかん、あかん、あかん。え、あかんってなんでんの。ショコラちゃん、大阪生まれかい。燃えてる燃えてる。大阪生まれちゃいまっか。うわ、すごい、怖い、えらいことなってる。パ
ニック。いいですよ。アシケンが足元で。ほんと。うわー、金怖い。なんか信号つけてくれんかな。やばっ。うわー、ここらが。うわー。うおー、金が怖い。目の前に、目の前に来て。金ちゃん怖い。落ちた。いやー、そばね、金。ありがとうございます。およっしゃ、マヒッタ。やっとですよ。みなか、みな。え、なんとかいけるこれ。お腹を切って。なんとか。あー、金が重なっちゃった。こんなことって。そうしよう。お、怖え。怖い。燃えてる。助けてる感じ。あー、残ったよ。うおー、えげつねえな。どうしようか。えげつない。分断？分断したいですね。ちょっと待ってください。乗りたいのに乗れない。これも3人プレイしてたらコメントも拾えないですね、これ。まあね。視聴者の。今だから視聴者と分断されてる。分断されてますよね、これ。完全に。僕らのプレイを見てもらっている感じですね、保護者の方に。後でアンケート取りましょうか。そうですね。うん、どうでしたっていう。すんまへん。ベストな形をちょっと模索していきたいです。怖い。これ大丈夫かな、俺。あ、なんとなくやれてるけど。あ、金怖い。いやー、嘘。どうした、ショコラ大丈夫ですか。ちょっとダメ。あれ、ショコラちゃん。あ、あ、あ。ごめん、今粉塵飲もうとしたんだけど。じゃあ。あれ、粉塵飲むって合ってんの、表現。飲むで合ってるんじゃないですか。なんか振りかける感じ。お、怖い。分断いきなりした。分断しました。ちょっと青の方行こう思ったら急にうさぐガーッが出てきて顎打ったかな。佐々木ちさんが右から入ってね。な、右から入るって何ですか。はい、あの闘技場の中です。ああ、なるほどね。右ってどっちだろう。右から入ると一緒のとこ来れます。今左に入れば青の方に行ける。そうですね。なるほど。こっち。うわ、危ない危ない。うわ、どこ行ってる。あ、こっちだ。漏れなくだな、これ。やばい、そうそう、やばい、これ下にいると。くそー、あ、それちょっと危ないですね。飲みますか、飲みますか。うん、やばい。飲みましょう。これはやばいぞ。おお、飲みましたよ、飲みましたよ。ギリー。てか、もうないです。ちょっと待って、ちょっと待って、もうないです。あ、これは無理やわ、もう。もう落ちれない。蝶ネクタイ。どうしよう、どうしよう。無理。あ、空振り。起きたところを来られるって、あれ、さてさて、この何もしていない佐々木ちっていうのが気になるな。佐々木ちさん。佐々木ちさん。佐々木ち。何してあるんやろ。名前だけ出てますね。出てますね。逃げ。あ、乗ってる。てか俺飛躍ねえしな。やべえな。お、今ダウンしました。右から行けば皆さんにお会いできるわけですね。あ、また翼。翼で引っかかった。翼邪魔。翼邪魔。そう、金硬いんですよね。硬い。あ、俺、開いちゃったな。開いちゃいました。あ、うん、これで乗られへんかな、あかん。もう落ちれない。そうなんだ、ね、危ない危ない。でもね、俺、ダメかも。飛躍ないんです。乗れる。あー、ずれる、尻尾でずれる。あー、パニック。うわー、そんな、そんな2匹。ちょっと俺、もっと練習しとこう。もう全然翻弄されてるわ。モンスターの、よしよし、モンスターに翻弄され続けとるわ、これ。青はでも、もうちょっと討伐できそうなんですけどね。そうなんですよ。それは分かってるんですよ。ああ、もうあかん。もうあかん。もうあかん。ちょっとあれですね。ショコラ、ショコラ、あかんぜ。ふんつい、ふんつい、ふんつい。ショコラじゃん。ショコラじゃん。あかんかったか。あかんかった。崩れ落ちたか、膝から。あかんかった。え、またあれじゃ、橋本さんが何かしたんちゃいます。今回ちょっと遠かったです、実は。でしょ。大丈夫です。大丈夫。 VTR 判定してもらってもいいですか。 VTR 判定。うわー、これは残念でしたね。いや、残念でしたね。自主練しましょう。自主練します。集まって、うん、入り時間も1時間早めて、ね、僕らだけで勝手に
近所で。やります。そうですね。喫茶店とかでやりましょう。ちょっと練習、うん、しないとまずですね。しましょう。まず、うん、まずです。これは配信されると。はい。ね、7月18日から一般配信されます。うん、なるほど。はい。で、今週4日に配信されるイベントもかなり歯ごたえがある内容になってまして、金の荷を並び立つという。うん、なるほど、うん、あの溶岩島というところでこれラージャン2頭そうですですよね。もうラージャン好きな人最近増えてきましたよね。へー、うん、ラージャン2頭ですね。はい、なるほど。これをやるということですね、うん、これが今週4日から配信されますので、あさって、はい、うん、ぜひダウンロードしてみてください。はい、はいはい、そしてさらに今回チャレンジしたクエスト、うん、こちらの配信は7月18日、18日ですね。USJ 青と金の熱き共演ということでございますね。はい、はあ、でこれ詳細はなんかモンスターハンター4の公式ホームページにを見れば出てくると。はい、いかがでした、はい、今日はやってみて。柳原さんが来てくださって、ほう、はい、くださって。明るくなったなと。ちょっと待って、うまかったなとかはすごいわかるんです。明るくなってっていうの、ちょっと人増やそうか。ね。そうです、ね。なんか後ろにね、観覧の人とかもね、入れちゃう。あるやん、よくそういう感じの。公開生放送。的な渋谷の夕方からほら女子高生とかとやってますみたいな。アカン TV みたいなね、うん、そういうのがいいかな。そういうのの方がいいかも。よし、会議しよう会議。この後会議やなあ、終電まで会議や。終電まで、うん、で、まあ、ぜひ7月11日金曜日の、20時半からはですね、カーニバル前夜祭としてカッコン TV のモンハン特番もございますので、ぜひ皆さんそちらの方をご覧ください。必見でございますよ、はい、モンハン 4G プレイできる7月12日の平井さんも、はい、11時からステージに出るカーニバルなんですけども、はい、10時から東京秋葉原のセルサール秋葉原で行われます、うんうん、詳しくは公式サイトチェックしてください、はい、かつプレイアブルになるので、うん、近い方は来れる方はぜひ来ていただきたいと思います。はい、来れない方は平井さんのステージをニコ生で見るということでございます、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。では改めて坂本教授をお呼びしましょうか。はい、はい、またどうぞ。またどうぞ。教授、宣伝してください。もうほんま熱ない、ね、いやこれね、いや熱いっすよ、マジでマジで。ちょっと冬服じゃなくて夏服考えないと。なるほどね、夏場のライブは死んじゃうなって思ってるんですけど、うん、で黒でね、シックで渋いんですけどね。ですね。でもだからこれをノースリーブにして、ここをフォトパンツみたいな感じしてやるとちょっとやばいかなって話をして。いや確かにね、だぜとか言わなきゃいけない。やばなくなる、うん、はい、はい、じゃあ宣伝ですね、本日発売になりました、はい、モンスターハンターの、コンピレーションアルバムのリミックスチップチューンですね。はい、そちらのリリースパーティーが、明日、2.5D 渋谷パルコの方でやりますので、うん、当日のチケットも出ますので、よかったら、遊びに来ていただければと思います。配信もやります。はい、配信もやる、なるほどね。いやー本当にね、なんかね、ショコラちゃんがやっぱりね、賑やかな方が好きだとは言ってるんですよ。あー、そうですね、うんうん、で、なんかそういうね、音楽的なのも必要かなと思って。全然もう、呼んでくれれば何でもやりますよ、ね。あ、本当ですか、はい、いやこの番組のね、オープニングとかエンディングね、その曲がないんですよ。はいはいはい、うん、教授、作れんちゃうかな。全然作れますよ。なんならもう、今日今エンディング弾きましょうか。わぁ、すごい。今から1曲弾いてくれるだと。弾きますよ、全然。めっちゃおしゃれなバーのピアニストみたいな。そんなこともできる。あ、全然もう何でも言ってください。じゃあ、オープニング曲を作ったりすることも可能？もちろん、作りますし、はい。SE とかも？ SE もジングルでも。ジングル、何でも作れる？何でも作れますよ。言いましたね。いいっすよ。作るってよ！作りますよ。みんな、はい、坂本教授、いやもう坂本さんには作ってよ、はい、お世話になってるんで、よ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあもう今日は早速、そうですね、エンディング曲を何かしら弾きながら、はい、じゃあもう一回ちょっと、じゃ あの今度は平さんに、いいですか、はい、ロックマン2を、じゃあロックマン2をロックオン、はい、よし、じゃあ BGM 的に弾くので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、すごいですね、うんうん、すごい、な、言うてみるもんやね、うん、すごい。オープニング曲も全部作っていただけるってことですね。そうですよね、
無償無償おおなんか鳴ってる。おおお。じゃあもうロックマン2の BGM を今から奏でるので、はい、最後の締めをお願いします。なるほど。はい。ああ今日も良かったですね。エンディングっぽい。ね。皆さん本日はありがとうございました。要はここに腰に入らないと。なるほどね。さあ番組の公式ツイッターでもいろいろつぶやいていきますよね。はい。じゃーん。はい。番組の公式ツイッターもいろいろつぶやいてますので、はい、皆さんフォローの方お願いいたします。お願いします。アカウントはアットマークカプコン、アンダーバー TV、 アットマークカプコンアンダーバー TV です。もう、はい、それで大丈夫？大丈夫。大丈夫ですか？それでみんなもガンガンつぶやいてくださいね。はい、本日は長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回果たして僕がいるのでしょうか、気になるところでございます。あと橋本さんは本当にサンバを踊るのでしょうか気になるところではございますけども、次回7月11日の前夜祭特番と7月16日のカプコン TV、うん、よろしくお願いします。それでは本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴されてる方ありがとうございました。ありがとうございました。そろそろお時間です。皆さんさようなら。いいな、やっぱり曲すごい。あ、かっこいい。ちょうどいい